一人で YouTube を見ている13歳未満の方へ。男子マン動画チャンネルを見るときは、お父さん、お母さん、大人の方と、家族みんなで見てね。男子マン動画チャンネル。はい、男子マン動画チャンネルです。今日紹介するのはこちら。仮面ライダー01。デラックス仮面ライディングディケードプログラスキーはい、というわけでね、フォーゼ、オーズに続いてですね、続々とレジェンドライダーのプログライズ機が、発売となっております。今まではね、サウンドプログライズ機シリーズだったんですけれども、ついにデラックス版の方でも発売になりました。なわけで今日はこのね、ディケイドのプログライズ機を見ていきたいと思います。では開けていきましょう。はい、箱の周りはこのような感じになっております。こんな感じですね。ディケイド、かっこいいね。はい、こんな感じ。はい、後ろにはね、遊び方が書いてあります。まあ今まで通りですね。それではね、開けていきましょう。開封。おー、さあ、プチプチに包まれております。取れない。よいしょ。さあ、これが仮面ライディングディケイドプログライズキーだ。おー、はい、出ました。このような感じです。お、いいですね。マゼンタカラー。はい、こんな感じ。ここはね、白ですね。で、ディケイドが映っております。開くとディケイドで、ライダークレストがここにね、あります。閉じた時にね、うっすらとね、向こうのこのね、ディケイドが見えるんですよね。はい、かなりいい感じです。ではね、絶縁シートを抜いて音声の方も確認していきましょう。発光するから、ちょうど複眼がね、光ってるように見える。これはいいね。開いてみると、いいね。はい、それじゃあ秘伝01ドライバーとの連動もやっていきましょう。音声のベースはライトニングホーネットがベースになってますね。じゃあそれを踏まえてもう一回。おお、はい、このような感じです。必殺技いきましょう。この必殺技はやっぱサウンドシリーズにはないね、ギミックだからいいですね。エイムズショットライザーにも装填していきましょう。
はい、装填するとこんな感じです。さらに必殺技滅亡人ライフォースライザーにも装填していきましょう。装填するとこんな感じです。いいね、かっこいいこれ。はい、直接連動はしませんがサウザンドライバーにも装填してみましょう。本家ディケイドの変身音はこんな感じ。仮面ライド。ネオディケイドライバーだと仮面ライド。アタッシュカリバーにも装填していきましょう。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダー01デラックス仮面ライディングディケイドプログライズキーを紹介しました。まあレジェンドライダーのプログライズキー初のねデラックス版ということで発光したりとか必殺技の音声が入ってたりとかサウンドプログライズキーにはないねギミックが入っていてとても今回良かったですね。皆さんも遊んでみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。